マラパルテテマラパルテテは、イタリア南部のカプリ島にある、作家、ジャーナリスト、クルツェオ・マラパルテのための別荘である。カプリ島の東端、マッスーロ・ミに立つ。地元の遺宿、アドルフォ・アミトラーノの助けを借りながら、マラパルテ自身が建設した。設計者については、イタリアの合理主義建築家アダルベルト・リベラによって1937年頃に、 設計されたという説と、マラパルテは、リベラの設計案をそのまま採用せず、自分で設計をしながら建設したという説との二つがあり、現在は校舎の方が有力となっている。屋上へ向かって幅を広げていく大階段を持つ赤い礎石作りの建物上に、白い壁がこう描いて自立している。曲面壁は、屋上での風よけと崖の上からの視線を遮る。 役割を持つ建物の立つ断崖は海面から32メートルもあり、サレルの湾を一望することができる。建物へのアプローチは陸側からは徒歩で行う。また、ボートから絶壁に掘り込まれた長い階段を登ってアプローチすることもできる。今に開けられた4つの大きな窓の枠は絵画の額縁を模して加工されており、木々を通して海を、蝶無景色を 絵画のように切り取っている。内装は白を基調としたシンプルなもので、マラパルテのデザインの家具類今の緩やかな曲面を持ったスタッコ製の暖炉、愛人用の寝室にあるタイル張りのバスタブがある。マラパルテがムッソリーニによってリーパリ島へ流刑に処せられた時、監獄の窓から見えた教会の入り口の階段が大階段のモチーフとなっているなど、住宅の各所に マラパルテ自身の原風景が刻み込まれている。事実、マラパルテはこの住宅を自身の三分、私のような女になぞらえて、私のような家、カ坂ザカムメと呼んでいた。マラパルテが1957年に死去した後は放置され、荒廃していたが、1980年代の終わりから1990年代にかけて大規模な改修工事が行われた。 現在は私有されており、一般の見学はできない。この住宅のミステリアスなデザインは、マラパルテ自身の波乱万丈の人生と相まって多くの建築家やアーティストを刺激してきた。これまでに発表された、主な論文やエッセイに、ジョン・ヘイダック、トム・ウルフ、ロバート・ベンチューリ、エミリオ・アンバース、エットオレ・ソットサス、マイケル・グレーブス、ウィレム・デ・ホー、ピーター・アイゼンマン、 磯崎シーンによるものがある。ジャンリュック・ゴダール監督の映画、軽別では、主要なロケーション撮影が行われた。主演のブリジット・バルドーが、屋上のテラスで横たわるシーンは、特に有名である。座標1、北緯40度32分44秒、統計14度15分37秒。 北緯40.54556度,度、と計14.26028度、40.54556、14.26028。ありがとうございます。